こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの定番中の定番レンズ、ミクロンの 50mm 人道タイプレンズ M マウントになっております。はい、ご覧の通りですね、ミクロンの 50mm F 値が2、シリアルが1378455ですので、1956年のドイツ製ズミクロン 50mm ということになりますね。はい。オールドレンズ好きの、方もですね、非常に人気の高いレンズになっております。では外観から見ていきます。ご覧の通りですね、バッと見たところですね、すれ、当たり、へこみ、目立つような箇所は見られずに、こう見ていただいて、落として歪んだりとかですね、強くぶつけたような跡もなく、大変綺麗な状態です。マウントはライカ M マウントですね。はい。ライカ M3、M4 のようなオールドカメラはもちろんですね、ライカ M8、M9、ライカ M タイプ240のような、現役のデジタルカメラにもそのままご使用いただけるマウントになってますね。もちろん、昨今人気のですね、ミラーレス一眼にもですね、マウントアダプター経由でご使用いただけるレンズです。はい。どこまでいましたっけ、レンズですね。レンズ前玉、後ろ玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの摩耗など、ほぼほぼ見られずにですね、大変綺麗な状態ですね。こう見ていただいても、前玉に傷とかなくて綺麗ですね。はい。中玉にも曇りカビ、バルサム切れとかないですね。釣りほこりもほとんど見えませんので、画質に影響するような瑕疵はほとんどというか全く見られないですね。はい。絞りも軽快に動いております。絞り場での痛みとかですね、油汚れもないですね。はい。振動もしっくりとこう動いてまして、はい、ロックもしっくり決まってますね。この絞りと一緒にグラグラ動いたりしないですね。はい。ピントリングも軽快に滑らかにこういっぱいまで動いてますね。はい。ピントリング、無限ロックもきっちり効いてますね。はい。シリアルが、ですね、付属品がリアキャップ、このライカ純正の UVA フィルターですね。はい。こちらをお付けいたします。せっかく綺麗なレンズですので、ぜひフィルターをつけっぱなしにしてお使いいただければと思います。そしてフロントキャップですね。はい。ということで、ライカのですね、オールドレンズとして定番中の定番のレンズになっております、ズミクロン 50mm 人道タイプレンズ M マウントです。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。